こんにちは、マンダです。鈴木です。今日はですね、そろそろまあ動画上がる頃は秋ですね、うん、季節として秋だと思うんですけど、うん、今回とスポーツの秋ということで取り扱ってみたい商材を私がプレゼンするっていう、スポーツ的なやつ。そうですね、はい、リサーチしてこれが売れるかっていうのをやりたいんですけど、スポーツの中でも私がちょっと実際趣味でもやってたんですけど、自転車ですね、ロードバイクがすごい好きでやっていたので、はい、今回はそのロードバイク、自転車の部品とかで見つけてきた商材をマンダさんに見てもらいたいなと思ってます。で、鈴木さんは本当、はい、インドアでもすごい趣味性が強い、例えば漫画とか、あ、そうですね、すごい詳しいしアウトドアでもね、後に見せる自転車とかってかなり本格的な、そういう人なんですよ、すね、この人。いろいろこう本格的に頑張るっていうか、なのでちょっと面白い商材だとは思います。そうですね。で、萬田さんも自転車好きなんですよ。そうね。でも僕はね、スポーツなのかはよくわかんない、フラフラしてるおじさんみたいな。そんなことない。萬田さんの好きな自転車もすごいおしゃれなんですけど、私ももう自転車好きなので私の目線でちょっと探してみた、うん、そうですね、ものを、で、実際価格差があると感じたものがあったので見てもらって、まあ、実際売れるかを確認していただければなと。一回ちょっと目を実は通してもらっているんですけど、うん、最後に紹介する商材がもう今買って今でも売れるんじゃないかっていう、ちょっと萬田さんに一言いただいたので、うん、ぜひぜひその商材知りたいなって方は最後まで見ていただければなと思います。そうですね、ただ1個だけですけどね。そうですね、もう答え言っちゃったんですけど、我々がやってる一点ものなんで。ぜひぜひ見ていただければなと思います。じゃあまず1個目ですね、ここの画面に映ってるんですけど、このエルディメルクスっていうもののメーカーさんの自転車のフレームですね、うん、単純にすごい高いんですけど、うん、なんでこの商品を選んだかっていうと、自転車じゃなかったとしても萬田さんが前回過去の動画でおっしゃってた日本で販売してないもの、日本で買えないものっていうものをヒントに、はい、日本で未発売のブランドっていうのをネットで検索してこのメーカーが引っかかったので検索して見つけた商品です、うん、なるほど。これの僕ブランド知らなかったんで、これがいくらぐらいのフレームかってちょっと分かんないですけど、多分ですけどこのフレーム本当はもっと高いですよね、多分。あ、そうなんですかね。多分ね、今21万でこれ売れてますけど、ちょっと安いような気がする。単純にまあ21万で売れてるってすごいですけど、うんうんうん、なんかこう新品価格調べたらなんかもうちょっと高そうだった。あ、なるほど。でも僕これオークファンで実は見つけられたか見つけられなかったかも覚えてないです。一番最初見つけてくださったやつなんで。これが実は私の方で見つけた eBay の方では7万ぐらいで売ってたんでしょう。なのですごい、でもデザインがすごいほぼ一緒なんですよね。え、これめちゃくちゃ価格差ないと思ってちょっとびっくりした。どれぐらい珍しいのかとかちょっと分かんないけど、はい、まあ、あとこれここから日本に送るまでっていうのは結構金額かかってる可能性はありますよね、はい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 、これと別にかかってる可能性はあるけど素敵な価格差ですよ ね、 そうですね、10万以上。あとやっぱ気になったのが、まあ、サイズが一緒なのかっていうところですかね。本当に同じ答えかもしれないですね。探偵しちゃったかもしれないですね。そうなんですよ。これは結構すごいなと思いました、はい、このブランド知ってて同じように全然別のブランドでもね、日本未発売のブランドを探すことができたら同じように売ってる先輩がいるかもしれないので、はいはい、まあ、この先輩はね不運だと思うんですよ。こんなのに出てしまうっていうのはそうですね、鈴木さんに見つかってしまうっていうのは不運だと思うんですけど、パッと売れてるわけですからね、綺麗に。そうですね、1件印刷があって知ってる人がいて買うわけですよ。日本未発売誰も知らないはずなのに、やっぱ知ってる人は知ってるっていうことですね。そうです、日本未発売っていうことは結構そのキーワードになるのかなと思うんですけど、うん、あとは自転車のフレームで気をつけることってあったりしますか。自転車のフレームはやっぱ鈴木さんも先ほどおっしゃってたけど、サイズ、僕ね身長普通よりちょっと高いぐらいなんですけど、はいはい、M サイズでは小さいぐらいなんですよ。で、M サイズっていうサイズかなり大雑把じゃないですか。そうですね、で普通ね50とか60とかね。そうなんですよ、書いてました、ここにも多分54センチって書いてましたね。僕ね多分かなりちっちゃいですね。僕結構尋常ないいサイズだと思うんですよ。外国人はだからガタイが大きいから、そうそうそう、だからもっと大きいサイズの方が多いんだけど、はいはいはい、54っていうのは多分日本で結構売りやすいサイズなんです。へー、なるほどなるほど。何センチまでっていうよりはもうまた下何センチとかね、そういう感じにはなると思うんですけど、はいはい、180センチぐらいの人にはちっちゃい。でもこう日本では売れやすいサイズってことですよね。なるほどなるほど。だからそれもまたいいですよね。でこれ違うサイズを求めるとこの値段にならないです。もう別物です。どういうことですか。違うサイズだ
だったらもっと安くなっちゃうと思う。私たち使えないし買わないしってことですよね、うん、190センチの背高い外国の男の人が乗るようなサイズだったら何年も売れないかもしれない。そうですね、いないわけじゃないですよ日本人でそのサイズって。だからその人がただその身長が同じってだけじゃなくて自転車が好きでこの自転車を探してたって人に出会うまで売れないんで可能性がぐっと低くなっちゃうんですよ。サイズが大きすぎるとかだと。これは例えばゴルフクラブとかでも一緒ですね。長さが違うんだけど、はいはいはい、鈴木さんが使いたいのに僕が使うサイズだと長すぎたりとか。そうですね、自分が買おうとしたら考えることなんですよ。考える及ぶことなんだけど、ね、売るってなったら忘れちゃいがちなんですけど。そうですね、確かにこれは実はすごい重要。自転車のフレームを扱うときはサイズに注意して入手しましょう。ブランドによって記載、例えばね他のブランドでも54って全然大きさ違うとかそういうことってあるんですよ。僕の息子今3歳半なんだけど彼靴がすぐちっちゃくなるわけ。買った時にナイキの17センチとニューバランスの17センチとか全然違うの。へー、ある方はすごい余ってる、はいはいはい、ある方はピタピタとかそういうことがある。ブランドによって違う。だから実際にもちろん試着できるのがいい、またげるのがいいけど、うん、そういうわけにもいかないので、この人もどう書いてたか分かんないけど、どこからどこまで何センチとかね、そういうのとかは書いてる人もいるし、このブランドの何インチだっていうのを記載して自分で調べてもらうようなスタイルの人もいらっしゃるし、うん、21万円払うんだったら乗れるやつがいいですよね。そうですね、大きさはなので念入りにチェックしてから入手しましょう。そうですね、僕ちなみに、はい、鈴木さんは自転車やっぱり店でしか買わないって言ってたけど、ね、僕普通に楽天とか eBay とかで買うんですよ。おーすごい。だから今一番気に入って乗ってるやつはめちゃめちゃちっちゃいですよ。サドルすごい上げて乗ってるんですけど、うん、後ろに子供乗るとこくっつけてちっちゃかったなと思って後悔はしてる。次は、まあ、ちょっとフレーム難しいんじゃないかってね、これ見せた時マンダさんに言われたので、うん、自転車のグッズがいいんじゃないかと思ってこれを選びました。初心者はねこれ扱いやすいのかなって思ったんですけど、ライト、自転車のライトで1万6000円ってめっちゃ高っと思ったんですけど。高いですよね。僕ねちょうど自分が使ってるライトとかあるんですけど、はいはい、充電したくて持ってきた。これで多分僕5000円ぐらい。かわいいですねめちゃくちゃ。そうでしょ、でもこれすっげえ明るい。このわ本当ですね、すごい。これ自転車につけるよってことですよね。そうそう、こうやって勝手につける。多分近い商品ですかねこれ。すごい形的には。いやもう全然ね、はい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 、伝わると思う明るさ。なるほど。僕普段500ルーメンの使ってて一応1000ルーメンのも持ってるみたいな感じ。そうですね、800ルーメンなのですごい明るいってことですよね。結構明るくて普通に暮らす分には全然問題ない。でも田舎の方の道とか、はいはい、山道とかだとそういうのがいくつかあった方がいいみたいな感じですね。この商品が1万6000円で売ってたんですけど、私の方で見つけたのが、1万6000円でヤフオクで買われてたってことですね。あ、そうですね。で私の方で見つけたのがこれ7381円で。これニューですか。ニューユーズドですね。あ、ニューじゃないこれ。あ、本当ですね、本当だ本当だ。これは間違いやすいところ。そうですね、確かに確かに。新品が1万6000円ね。はいはいはい。でこれちなみに過去価格で調べると1万円ぐらいで1回買えた形跡はありますね、うん、だからまた出てくる可能性あります。新品で100ドルぐらい、100ドル以下、80ドルだっけな、なんか1万円ぐらい。そうですよ、出品数はすごい多いんですけど唯一価格差がすごいあるのはこれだったのでこれを選んだんですけど、だいたい1万4000円ぐらいだよね。なんかそうですね、 eBay で出品されてるのが。だからほぼ価格差ないんですよ輸入すると。同じような価格だなと思ったので1万円ぐらいで出たこともあるので新品、そこぐらいのが出るまで待つしかない。だからこれは現状常に価格差があるわけじゃないけど数がかなりありますね。はいはい、そうですね。ガーミンっていうブランドですけど GPS がついてる腕時計とかなんかそういうのがすごい有名ですけど、スマートウォッチみたいなのとかねよく売れてたように思います。計測機器っていうのかな、コンパスとか、はい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 、そういうのとかが強いところがライトやってるっていうのは知らなかったです。じゃあすごいなんか、かっこいい有名な。ありがとうございます。次がちょっとかなり私も初めて見たんですけど こんなのあるんだっていう、まあ、ちょっと新しい商品なんですけど、このバイクボックスっていう商品で売れてるんですけど、はいはいはい、自転車をおそらく入れるケース。そうそう、輪行ってね、例えば自転車をちょっと分解して袋なんかに入れて、ね、電車なんかに乗ってね移動する、はいはい、輪行やりたくって輪行バッグを探したことがあるんですけど、やっぱ日本で売ってる布が多いんですよね、うん、そうそうね、だからこの硬いバージョンっていうのはすごい初めて見て、まあ、珍しいなっていうのと、
意外と数が売れてた、まあ、かっこいいですよね。そう、意外とまあ26,000円なので大きさの割には安いんですけど、そこね調べたら2013年に35,000円ぐらいで売れてた形跡もあったんですよ、はい、で、はいはい、これの用途としてはさっき鈴木さんがね布製のものが多いって言ってたけど、なんでかというと電車降りて行きたいところに行ってそこからすぐ乗りたいんで、こんなのがあると邪魔なんですよ。そうですね、そうですね、基本的には布で持ち歩けないですよね。そう、これはだからもうホテルとかに泊まる想定なんで、僕は海外に行く場合と感じました。はい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 、海外では投げられちゃったりしますから、飛行機で乗せるってことですよね。そうそうそう、飛行機に乗せるためにこういうハードケースなんですけど。なるほど、タイヤのね型がついて、確かに、あと車輪もついてるんですよ、この辺に。ロードバイクみたいな形の自転車だと思うんですけど、ママチャリこうやって持っていかないじゃないですか。そうですね、そうですね、これに入れて空港着いたらいきなり乗る人じゃない人、ホテル行って組み立てて、で明日のレースに出るとか、そういう人はまあこれに入れて持ってくるのかなと思って、ステッカーがついてるんですけど、やっぱそういうのとかもかっこいいなと思うし、そういうのが好きな人が買うのかなとは思いましたけど、実はまあ結構数は売れてるとはいえ、一番高く売れたのは2013年その35,000円なんですよね。ついで多分この26,000円ぐらいだと思うんですけど、もっと安い売れちゃってるのもあったし、多分今 eBay にあるものっていうのはもっと最新のもの、かなり綺麗なやつですよね。そうなんです、ね、ちょっと形がちょこちょこ違うんですけど、ね、これはでも 18,000円で買えるの で、うん、で黒がちょっとグレーっぽいんですけど近いのかな、26,000円でも売れるのかなと思ったっていう感じです ね、うん、そうですね。僕はね個人的にこの商品は長い年月で見ると売れてる数そんなに多くないと思ったんですよ、うんうんうん、だからちょっと今いくらで売れるのかとか、どれぐらいの値段まで下げて買えるのかっていうのがちょっと判断しにくいなとは思ったんですよね、うん、あとなんかすごい扱いづらそうだなって思ったんですよ。大きいので、うんうん、さっきのライトと比べて絶対に扱いづらいので、まあ、そうだよね、初心者送料がまず高いからね。そう、でも輸入ができたらもしかしたら買ってくれる人はいるんじゃないかって思いました。そうですね、商品はめちゃくちゃ面白いなと思いましたけど、はいはいはい、多分これ使えるモデルとかも違いそうじゃないですか。そうですね、確かにこれ車輪1個でこっち車輪2個ですね。これもなんか入れ方だと思うんですよ。車輪1個のはずないから、多分それこそミニベロの畳めるタイプ用とか、はい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 、車輪両側に収納するように変わったとか、ちょっと分かんなかった、僕は詳しく。これ全く同じ値段で動かない可能性もあるなと思って、そうです、ね、もうちょっと調べないと分かんないなと思いました。はい、ありがとうございます、はい。最後は結構その萬田さんもすごいいいなっておっしゃってくれた所在で、エアロボトルっていうのと専用ボトルケージ。ボトルケージは前の動画でも萬田さん話してくださったんですけど、自転車に飲み物とかをつけたい場合にはカポッてはめる。そうですね、でここで金属の部分ですよね。そうですね、でこれのボトルもついてくるっていうものなんですけど、これが落札価格13,100円で、これが eBay だと5,169円でなんと売ってたんですよ。これは結構いいんじゃないですか。これも買われた形跡があるんですけど、はい、これぐらいの価格で出るならば儲かりそうですよね、うんうん、昔のおじさんが口つけたものになると思うんですよ。80年代ってそういう感じですよね。そうですよね、確かに確かに。だからまあどうなんっていうのはあるし、柔軟剤みたいな形とかしてるじゃないですかこれ。そう、でもその昔のおじさんが口つけてて柔軟剤だとしても入札32件もあるんですよ。そう、これ多分名品なんでしょうね。すごい、まあ、すごいですよね。少なくともこのカンパニオロっていうのはすごい有名なブランドだし、はい、にしてもな、昔のおじさんだなって僕は思うんだけどそんなのを超えてでみんな欲しいってことですから、うん、しかもこれも最近買われてるし、うん、でかつ出品数も結構あったんですよ。数あるんだよね。 eBay にもあるよね。そうなんですよ。なので結構これは今すぐ扱えるものなんじゃないかと思いました、うん、でこれ使用できるっていうことが書いてあるんです、これ説明文に。年数は経っていますが保管状態が良かったのか使用可能です、うん、ちょっと追求はしないですけど、この人はおそらく仕入れて売ってると思うんですよ。なんかこの説明文の書き方とかからするとね、うん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 、80年代後半なので、これは、まあ、唯一今回紹介した中でもヴィンテージとかアンティーク商品ってことですよね。まあそうですね、ヴィンテージ。僕70年代後半の子ですから、 僕より10歳年下だけだからかなりおじいさんですよね。すごい。その割にはやっぱ結構でも綺麗なものが eBay でも出品されてるし、うん、そう、最近でも取引されてるってことは、だからその結構熱いファンがいるってことだと思いますね。まあカンパニオロはいるんじゃないですかね。でも僕ね、本当言いたいのはね、雑菌は目で見えないですから80年代のボトルとか使っちゃダメですよと思います、僕はね。あくまでまあ買うなら自己責任で。観賞用なんかな、これ。疲れてる時に飲むの良くないと思いますけどただすごく独特な形してるし、やっぱかっこいいなって
ていうのは思いますよね。面白いよね、こうやって持てるとかって。確かに確かに。なんか持ち手ないじゃないですか、ボトルって大体。そうですよね。くぼんでるけど持ちやすいように。なんかすごい太いんですよ、しかもこの持つところというか。ね、なんか飲み口の3枚目の写真とか見れます？はい、これ蓋ですかね。蓋だね。だから蓋でクリクリしなきゃいけないから、止まった時にしか飲めないよね。そうです。でも今のってこうやってもう歯とかでクッてできちゃうじゃないですか。でもこれはなんか腕突っ込んで飲めるのかなって勝手に思ったんです。こう打つんじゃないの？なるほど、そうなんですかね。腕突っ込むってあなたぐらいこうちっちゃい人じゃないと無理ですなるほど、なるほど。なるほど、こうやってこうやって運転しながら。そうです、そうです。ことかな。本当にそうかも。思いました。そう思ったら結構便利。大きそうなので大きさが。めちゃめちゃでかいよね。2リットルのウーロン茶ぐらいありそうですよね。そうですね。まあこの大きそうなので蓋も。なので。ファーファーとか入れるにはいいですよね。家で柔軟剤入れるのとかにはすごいいいですよね。確かに確かに。これはもし皆さんも今から扱ってもらえる商材だし、これ輸入するには特に問題ないですもんね。でも本当はね、食品衛生法とかね、あ、そっか、そうですね、口に触れるから触れるんですけど、まあそういうことはおそらく問題にはなんないかなとは思いますね。扱える商材でもあるし、今すぐ買える商材かなと、うん、50ドルぐらいでは確か出品されてたと思うんですよ、 eBay にも。送料とかはちょっと確認してないですけど、はいはいはい、だから再現する可能性は高いと思います。これが80年代後半の商品だとして、この個体がね、どれだけ綺麗か、どれだけ程度がいいのかっていうのまで僕も把握してないんですけど、はいはいはい、これがね、普通の程度、よく手に入る程度だったとしたら、価格再現する可能性も高いしすごく面白いものを見つけたなっていうのは思いますね。やっぱ古いものだから中でもひときわ惹かれたっていうのはあります。だからちょっとこうひいき目にはなってると思う。でもすごい実現可能な食材かなと。そうですね、まあ、面白いですよね。これをまあたくさんの人が欲しがったっていうのが面白いなと思って、はい、そうですね、ありがとうございます。でここまでで、まあ、自転車に関わる商材を紹介してきました、うん、ね、見つけてくださったんですよね、はい、自力で。そうですね、今回はどうでしたか、そのリサーチやってみて。鈴木さんできる人だってのは知ってましたけど、結構ね面白いなとは思いましたねで僕本当に自分が好きなブランドとかしか知らないから、はいはい、自転車のやつもこのカンパニョーロって名前は知ってたけど、そういうブランドの名前は知ってたけど、はいはいはい、こんなのがあるっていうのも全く知らなかったですし、探せば探すほどねカンパニョーロのグッズなんていっぱいあると思うんですよ、うん、すごいたくさんありました。確かね、見たっておっしゃってたし、そうですね、そういういろんなものをね、鈴木さんが見つけたここから5個ぐらい紹介してくださったけど、それから、はい、例えばカンパニョーロで他のものどういうものがあるんだとか、このボトルケージプラスボトルでどんなのあるんだとか、うん、僕もやっぱ知らないですよ、80年代ここら辺のなんて、うん、でどの時代も自転車って存在してるから、古いものがいいっていう人がまあいるわけですよ、こうやって。そうですね、フレームもそうですよ、この時代鉄のフレームがいいっていう人がいっぱいいるし、はいはいはい、僕も実はそっちなんですけど、こういうねカーボンみたいなのとかじゃなくて、軽いのじゃなくていいから強いのがいいっていう人がいっぱいいて、うん、そこが面白いところでもあるとは思うんですよね。両方乗ってるなんて人もいるでしょうね。そうですね、もう好きな人は本当好きですからね、自転車は。なので深い世界だと思うんですよ。で自転車って本当あればもうどこでも行けますから。そうですね、実家とか帰れるんじゃないですか、本当に。大阪までそう僕も小学校の時東京都内の生まれなんですけど、そこから湘南まで自転車で行って死ぬかと思いました。もう足ひいひいますね。多分電車乗るよりたくさん飲み物飲みました。面白かったですけどね、もう死ぬかと思いましたけどまあ大変だけど本当にどこでも行ける。そうですね、あとやっぱりこうマニアというか好きな層と、やっぱりその高いお金出してでもこうカスタマイズしたいっていう、こうちょっとマニアックな趣味としてすごくなんか好きな人多いと思うので、多分今動画見てる人でも自転車好きな人きっといると思うんですよ、うん、そういう人は多分絶対探して楽しいので、ぜひぜひこうやってほしい商材だなと思いました、ね、ここまで自転車についての商材について見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。物販総合研究所、万田さんのチャンネルでもそうなんですけど、物販総合研究所では物販に関する最新情報だったりとか売れる商材とかについて詳しくメルマガとかで紹介しています。メルマガを登録するためには LINE 登録をすれば大丈夫なんですよね。そうです。 LINE 登録の仕方を教えていただけますか。 LINE 登録はですね、タイトルタップしていただいて、はい、概要欄の中に LINE 登録はこちらからとかね、はい、そういう感じだと思うんです。そこをクリックしていただくと LINE を登録できるので、はい、登録していただけると、まあ、僕のね新しい動画撮ったっていう情報だったりとか、はい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 、それ以外のこう物販に関する情報がいろいろ流れてきます、はい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 、ここだけの話、なんで僕は物販総合研究所にいるかっていうと、やっぱり情報を得られるからっていうのはあるんですよね。物販に関する最新の情報ってことですよね。そう、これってやっぱどこを所属するかっていうのってすごく重要だと僕は考えてる理由の一つなんですけど、はいはいはい、物販総合研究所ってびっくりするぐらいまともなんで、はいはい、まあ、ここから情報を得ていただければ考えたりとか選択する時のね役にも立ちますから、情報があるって強いですからね、はい、そうですね、情報は得ていただいた方が、しかもこう整合性が
が取れているちゃんと確かな情報っていうのを発信しているので、そうですね、はい、ぜひぜひ皆さん登録していただければなと思います。はい、ありがとうございます、はい、進めていただいてありがとうございます。というわけで、今回はそういうスポーツの秋ということで自転車を紹介したんですけど、見てもらってスポーツといえば他にもあるでしょうだったりとか、まあ、秋といえばこんな商材だろうって思った方で、こんな商材挑戦してほしいなって思った人はぜひコメントをいただきたいなと思います。で、今回の動画見て面白いなって思った方はいいねボタンとチャンネル登録ですね、ぜひぜひ、あとコメントもしていただければなと思います。秋シリーズもいろいろやりたいですね、スポーツだけじゃなくてね。そうなんですよね、この後キャンプ商材とかね、こういろいろやりたいなと思ってるので、ぜひぜひ楽しみにしていただければなと思います、はい、自転車の商材についてまず見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。皆さん見てくれたってありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。